アルチの岡本です。今日はクーロンヌボルドレーズを作っていきましょう。クーロンヌボルドレーズってどこなのっていうと、あ、さっき見てた、ここですね。ボルドーの ここのパンになっていきます。で、まあ、こっちがスペイン地方で、地中海でマルセイユとかがあって、こっちの方がイタリア、スイスとかドイツとかになっていくんですが、ここのボルドーですね。だからボルドーって聞くと、カヌレも有名ですし、あとワインですね。ワインの有名なところになりますので、そんなところですね。で、クーロンヌっていうと、大体丸っこいパンで、で、ボルドーの、そのボルドーレーズっていうと、こう丸ですね。丸が8玉あって、の、こう、スカートみたいな、こう、ワーっていう、こう、スカートみたいなのがついているっていうのが特徴のパンになっています。で、それをこう、丸く伸ばして、今回やるみたいにする場合もあれば、タバティエールみたいなのを、この、クーロンヌのような、こういう丸で真ん中に筒のあるところに並べて、作るっていうものも現地ではあるそうですので、家庭で作りやすいものっていう風に作ってみてください。で、意外にでかいものではなくて、もう丸がこう並んでいる中で、こう、なんですか、こう、ひだみたいなのがついているだけなので、意外に火通りはいいので、家庭用のオーブンで作りやすいです。で、このひだがこう、ぴゃーって開くとか、そこら辺には少し慣れとコツとかあったりするんですが、カンパーニュっていうくらいなので、パンのカンパーニュの中の一個なので、すごい茶色い粉とかをすごいどっしり、さらに自家製酵母でって作ると、身の部分がやっぱりちっちゃいんです。で、意外にこの、しっかりと焼かないといけないので、焼き時間も焼いてしまいますので、そうするとすごく食べにくい食感のものができてしまいますので、ある程度今回中種を使って膨らむようにしながら、作っていきます。そこら辺のことも、いろいろレシピの方は現地の本当の、昔からの、レシピもあれば、今みたいにしているレシピもありますし、で、あと日本人はその、この丸を1個で食べようと思いがちなんですが、結構スライスしていただいているパンなので、そこら辺の食べ口と食べ方っていうところも、工夫して作ってみてください。ポイントは、ちゃんと丸めをして、きちんと、その丸がきちんとボリューム出て、立ち上がるかっていうところが重要になると思います。もちろん、どっしりしてって、噛み応えがあってっていうのはあるんですが、やっぱりそれなりのこう膨らみとのバランスっていうところも意識しながら、作っていくことを心がけてみてください。では始めましょう。はい。では中種の方を作っていきましょう。中種はポリ袋の方を使って簡単に作っていきたいと思います。少し中種を緩めにして、ちょっとレーズン種で仕上げるので吸水種というイメージになってきます。このようにガシャ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 と振ります。で、厚手のビニールにしてください。で、このようにまとまったら、最後ぐる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 っとこう中で回転させるようにすると、こんな感じですね。そうすると、全体的にペタ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 こうくっついて、このように綺麗に取れてきます。別に取れてなくてもいいです。で、すごくベタベタです。分散性がいいので、こんな感じに仕上がります。で、翌日、こんな感じになって、ちょっと少し膨らんできた形でいいです。で、倍率にすると 1.5 倍ぐらい、5倍にもなってないですね。1.3 倍か4倍くらいですね。ちょっとふかっとこう気泡が入ってきたら、それで構いません。で、このように、仕込み水の方を入れて、ちょっと空気入れて、全体的になじましてあげると、つるっと取れるようになりますので、とても便利じゃないかなというふうに思います。で、粉の方ですね。粉の方は、ライ麦が入っているので、ライ麦が入っている場合は、このように絶対に均一に混ぜていきます。で、ボールの中でやってもいいんですが、私、ちょっと台の上で、ボールがあまりぐちゃぐちゃ汚れるの嫌なので、台の上でやります。で、塩の方を入れて、で、中種の方全部入れるんですが、この時気をつけなきゃなんないのが、仕込み水ですね。仕込み水は中種の硬さとか、中種を使った時、特に緩い中種を使った時の注意点というのが、本骨の水分値というところが難しくなってくるので、絶対に粉が違ったら水分かなり入りが違ってきます。あと、
あの中種の温度だったり中種の緩み方、あと仕込みの水の温度とか、それによってかなり硬さっていうのが変わってきてしまいます。でクロンヌボルトレーズの場合はある程度腰高に上げないと扁平になってしまいますので、そんなに水をガシガシ多くあのいっぱい入れるということはあのしないので、そこら辺の水分値というものを気をつけてください。ライ麦によってもかなり変わりますし、全粒粉を入れた場合も変わってきます。なので少しあの粉が混ざりきる前に、とはいえね、あの水の方を全部合わせて入れきるっていうことを常にどんなパンをあのこねている時も意識しながらすると上手にこねられるようになるんじゃないかなというふうに思います。散らないのでこのようにガシガシこねているんですが、中種だからすごい強引にガシガシこねていいのって言われると、まあ、使っている小麦もそんなに強い小麦ではないですし、加水の方もある程度ということなので手加減しながらこねてあげてください。ちょっと丸める、あの押しごねをした、結構押しごねの方をずっとした後に少しちょっとゆる伸びが悪くなったので叩きながら最後に高さを出していきます。こね上がりですね、相当つるっとするくらいまで頑張ってこねているので、そんな感じにしてください。そしたらこれを上用の生地だけを、取り分けます。本来は具が入っていないので全部そのまま発酵させていいんですが、あのちょっと下の方には具の方を混ぜていくことにします。意外に食べるの結構辛くなってしまいますので、このようにフルーツの方を混ぜてあの食べやすくしてあげる工夫もいいんじゃないかなというふうに思います。でこんな感じであの発酵させていきます。で一次発酵が終わったら分割の方をしていきましょう。そして少しすいません、あのちょっと動画の方がなくなっていたんですが、こんな感じに伸ばします。だいたい18センチぐらいから20センチぐらいにやると6玉の場合はいいかなというふうに思います。やるグラム数とかによって違うので、そしたらあらかじめ丸めた後に並べてどれくらい直径を作ったらいいのかっていうことを定規で測っておくといいんじゃないかなというふうに思います。その通りに伸ばしてあげればいいです。で玉なんですけれど偶数の方がいいです。ここの割れ目を8でもいいです。8の方が一個一個がちっちゃいので綺麗な円になりやすいです。でなんで8にしなかったんですかっていうと、ちょっと時間的都合と、あと8にすると結構オーブンこの大きさでやるとギリギリになってしまうので、今回6でやったんですけど次8でやってみようかなと思います。で奥にオリーブオイル、手前に水を打ったらここから手早く混ぜてください。結構イースト数強く使っているのでしっかりと空気を抜いて真ん中を高く持ち上げる、腰が出るような成形をしていきます。本当は丸めて片側からこう何ですか、ひだを寄せるように丸めていきたいんですが、そうすると具が出てきてしまったのでこのように成形をしたのが一番綺麗にいきます。で閉じ目をつまんだら、閉じ目がこの傘の下にきっちり入るようにしてこっち側で置いた方が高さが出ました。なのでこっちを置くんですが、基本的には閉じ目上の方にしてやるのがセオリーっていうふうに私は最初は習いました。なので具が混ざってなければこんなに閉じ目が閉じにくいっていうこともないし、開いてしてしまうこともないので普通閉じ目の方は今見てる上、画面の上の方にするんですが、今回は下にしました。下にした場合の注意点はちゃんと真下に傘のとこに当ててください。でここポイントで結構キュッと引っ張ってください。引っ張りすぎるとこの生地切れちゃうんですけれど、ギュッと引っ張ってあげるとわーってこう跳ね上がりやすくなります。であんまり傘が小さいとプチトマトみたいに中に入っていってしまうので、バランスの方を取りましょう。こうですね、上にやったりいろいろやったんですけど、これつままなくてそのままでいいんですが、こっちの方、今指さしている方が腰高に上がります。こっち側を東芝じゃない、家庭用のオーブンの方で焼いていきましょう。で、くるっとひっくり返します。形を整えたくなってしまうんですが、潰れてしまうので、そのまま焼きに入れます。焼きなんですけど、上にちょっとスチームを用意するのを忘れたので、慌てて小鍋の方にお湯をジャッとやりました。で、焼きましたが、奥の方が焦げやすいので、途中風を切ったり、手前に寄せたり、くるくる変えたりをちょっとだけしました。
なのでそこだけですね気をつけて焼くようにしてあげてください。最初突入だけは高くしないとスカートがバンって跳ね上がらないので、ちょっと最初は芯が入ってる間は焦げないので、最初の10分間きちんとこう膨らみ切った後で、あんまりパカパカ揚げると焼き時間長くなりますので、焼きムラないように気をつけて焼いてください。こっちは肉焼きです。ちょっと下火がある分ドーンと突き上がる形になったんですが、ちょっとあちち底火つけすぎちゃいました。でこっちは東芝石窯です。もう東芝石窯じゃないビストルですね。もう少しスチーム入れてよかったです。今回横に小鍋にお湯を張ったのをやったんですが、もうちょっとあった方がツヤっとしたかなと思うんですが、まあ、これくらいでいいのかなというふうに思います。このパンは意外に家庭でも焼きやすいパンだと思っています。一応アルーチではハード系コースの方でこのボルドレーズの方は入れていきたいと思います。ぜひ一緒に作りましょう。